大阪梅田から歩いて10分、中崎町には古い町屋を改装したレトロなカフェやこだわりの雑貨店が並びます。日本政府が新型コロナの水際対策を緩和し、ビザなどが不要になった去年の秋以降、海外からの観光客が増え、特に韓国からの観光客が多いといいます。見てみます。韓国語で中崎町と調べてみると5000件以上出てきますね。まさに映える写真がたくさん投稿されています。街を歩いてみると早速出会いました。 Where are you from? I'm from Korea。 ソウルから来たという大学生の2人、インスタグラムを見てやってきたといいます。中崎町カフェストリートで投稿されてるんですね。So pretty. And cute. Famous in Korea and take a picture. Famous in Korea about 中崎町. Yes. Oh, why? Korean people like cafe.こちらの2人のお目当てもカフェ。入店するや否や写真を撮ったり、いちごがたっぷり乗ったパンケーキを食べたりして満足そうです。おいしい。おいしい。おいしい。日によってはもう8割ぐらい韓国人の人かもありますね、はい、結構 SNS とかでもこのカフェが投稿されてたりするんですかね、はい、そうですね、だいぶされてますね。こちらのカフェも客のほとんどが韓国人観光客で、大勢が観光バスで来ることもあるそうです。中には YouTuber の方とか、なんか有名な YouTuber の方みたいなんですけど、3月7日最近来ていただいたんですけど、こちらのファンの方とかも最近はそれ YouTube を見てきましたって言ってくださる方もいらっしゃいますね。海の向こうからはるばる訪れてくれる観光客のため、韓国語表記でのメニューや利用方法なども加えました。コロナでカフェを利用してくださる方もすごい減ってしまったんで、観光客の方に助けていただいてるっていうのはすごくありと思います。大きいと思いますね。今後ますます中崎町がインバウンドでにぎわいそうです。